はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、解決ヤマペディアもでも何本取りか分かりませんけども、このね、125万4788本ね、ネタがございますからね、もういくらだけできるわけでございますよ。いやー、これ楽だ。企画としては楽ですよ。考えることはないですからね、出てきたのにね、そこをするだけでございます。そこじゃない、質知識を思い出すだけですから、それはこんな簡単な、ね、企画ございませんわけでございます、まあ、それにしてもやはりちょっと人物団体名がね、ずらーっと続いてますからね、いい加減このベリリウムみたいな感じでね、扱いやすそうなね、ベリリウムね、バリウムとは違うかな、どうしようかな、こんなでっていうとこですか。いきますよ、まあ大丈夫、博識ですから。はい、いきます、お任せ工事で今日も行ってみましょう。どん、何が来るかな今日は。番組だ、来た、岸谷五郎の、東京レジオクラブ。おお、ほうほうほう、いつ頃の作品だこれ。岸谷五郎の東京レジオ、クラブは1990年からの10月4日から1994年の9月30日まで TBS ラジオで放送されてたんだ。へえ、っていうラジオ番組ということで、レジクラっていう、名前だったということで、ちょっとまだ私がラジオとかわーわー聞き始めるまでです。多分、どうなんだろう、こっちの方にネットあったのかな。でも放送回数1033回。あ、月金投資か。はぁ、なるほど。それは、月金投資2時間番組ってすげえな。あ、それ前は180分番組でやってたの、すごいな。毎日、ということで、大体概要をちらっと見てみると、月曜日は金曜日、22時から ね、24時でやっとって、生放送で、おお、すげえ、月金、投資で、岸谷五郎さん、めぐみ俊明さんに、今田耕司さんとか、東久保耕司さんとか出てたんだ、ダブル耕司さんに、で、パーソナリティが4人が務められて、あ、そういうことか、あ、それ、の番組っていうことかな。1900見てみましょう。1980年代から1990年代にかけて民放 AM ラジオの夜ワイド番組は10代をターゲットしたバラエティ番組が主流だった。はいはい、しか、うん、確かにね、うん、しかし TBS ラジオ首都圏において文化放送吉田テレビのテルテルワイドや日本放送ヤングパラダイスに、水をあけられていたと。はい、1986年のすすめ面白バホバホバホ隊終了後は、他局と一線を期した大人向け番組に転換したものの定着しなかった。まあ当時はやっぱり大人の人が多分テレビをガンガン見てね。でね、うちもねギリギリ そんな時代ありましたけどね。要は親がねテレビをねドーンとね占領するじゃないですか。そうすると子供はね、まあ親が見ててね一緒にね見れるやつだったらいいんですけどね、どちらかというと子供は子供で家でね、ラジオだったらねこうハンディでね楽しめますね。で、まあ、自分の部屋があるやだなね、その部屋でねラジオを聞いてっていうねところがありましたよね。だから確かにラジオっ子になりやすい環境あったんじゃないかなと思います。うちの場合は親父のお盛りのラジオが我が家うちの部屋にはやってきましたんで、それでラジオはね聞ける環境だったんでね、確かにラジオよく聞きましたね、うん、っていう、ところとかがあって、それでやっぱ若者がラジオっていうのがあったのかなっていうのもありますね。勉強しながらもやっぱや聞きやすいっていうのもありますね。まあ結局それでお目についてなかったんやないかと言われたらギクなんですけど、まあいいや。で、定着しなかったよと。で、本番組で4年ぶりに10代向け夜ワイド番組に書き、まあそうですよね。今でこそね、この岸谷大五郎さんとかってね、めぐみさんとか、今田耕司さん、東野耕司さんと言ったらね、大人の人向けの番組もね多いですけど、まあ、当時ですからね、今田さんが1909があれかごっつええ感じとかの頃やもんね。そのバリバリやね、そう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 っていうことですね。はい、で、4年ぶりに来ましたよと。本番組開始に合わせ TBS ラジオが月曜日から土曜日の10代向け、番組枠を総称した、TBS レディオクラブ、これでレディオクラブって読むんや、ブランドを創設、本番組がフラグシップ的存在だったと。おー、で、メインパーソナリティは当時スーパーエキセントリックシアターの劇団員で、ヤングパラダイスにも出演していた岸谷五郎さん。これは分かりますよ。で、本邪魔家の、めぐみと、俊明さん。ね、俊明さんね。そうそうそう、めぐみ俊明さん。ね、
あれで言う、もうね、もうね、皆さん、まあ、知ってると思いますけども、当然東京、名前と忘れした。パーチェロ、パーチェロのやつ、名前忘れした。東京フレンドパーク、東京フレンドパークね、東京フレンドパークでね、ピョンって飛ぶことで有名な、本邪魔か、ね、石塚さんのね、石ちゃんのね、相方さんとしても有名な方ですよね。で、全期間を通じて、共演したと。で、二人とも、番組開始時は無名に近かったが、そうなのか、当時だとそうなのか。もう今や、もうね、本当、久しぶりに私が全く迷わずにね、すってね、分かるくらいの、あ、いや、当然、電子してますけどね、本番組が知名度、人気を獲得する契機となった、そうなんだね。また SET のメンバーだった、寺脇康文さんね、山田、幸信さんだっけ、大口恵理子さん。らもレギュラー出演しましたよと。番組は投稿コーナー、クイズコーナー、中継コーナーなどの企画で構成と。ナイナイナイティワン、ボンビー君、中島家の謎が、人気コーナーとなり、本も出版された。すごいですね。また番組内には3から5つの、内報番組、録音があり、奥井香織さん、で永井真理子さん、TM ネットワークさん、コメコメクラブさんや、米川のり子さん、小川のり子さん、などが出演していた、いわゆる箱番組ってやってですね、業界用語で言う、内報番組がね、ありました。まあ、生放送番組の場合はね、こういうの作っとくっていうのがね、いや、そこでちょっと休憩取ったり、ちょっと次のね、企画の打ち合わせをしたりとかね、いうのをするのに、こういうのを持ったくっていうのがね、一つちょっと重要なところでしたんで、そういうふうな構想になってたんでしょう。で、まあ実は2時間3時間番組ですからね、そう、いや、いりますよね、ということです。で、連日の生中継やニューヨークからの生放送、リスナー参加がイベント、番組ファンクラブの結成などスタジオでの生放送を超えた企画も多数行われた。世界エイズデーに全国で開かれる AAA アクトアゲンストエイズも本番組がきっかけでスタートした。そうなんですね。で、1994年に入ると俳優としての知名度を上げた岸谷が、連続ドラマに、相次いでして、この愛に来てるか妹よね。で、ドラマ撮影の影響で、本番組への出演が困難になり、一時は岸谷の出演が週3日のみとなった。まあ、そう、週5、夜3、2、3、2時間とか取られたらそうなりますよね。で、代役パーソナリティを立てると4月以降は金曜日のみベストパートナリティパーソナリティで構成、編成するなどして対応したが、最終的には役作業に専念したいという岸谷の意向を受け、岸谷五郎の東京レディオクラブとしては、1994年9月29日をもって、東京レディオクラブと全体としては、翌30日をもって、足掛け4年1033回の放送に終止符を打ったということで。まあ、そうですね。ね、その後がまだね、すごかったですからね。そう、まあ1990年代の、だって月9とかもね、もうバンバン出てましたもんね。うん。懐かしい。あの頃はちゃんとテレビ見てましたからね。リアルに、ちゃんとわかりますね。さあ、なお、公共番組として、寺脇康文とのトーク番組、小さい頃、寺脇康文、ぷんぷん五郎さと、ニコニコ脇絵も、が、1年間放送されている。そうなんだ。へへへ。すごいですね。帯番ってそんなんやってたんですね。本番組の前に放送されるプロ野球中継、TBS エキサイトシアターの放送終了が22時を超えた場合は、本番組の放送時間が短縮された。よくありますね。これは、帯番組の宿命、ね、ありますよね。この生放送とかに。また、大相撲開催期間中は、TBS エキサイトナイター終了後に、大相撲ハイライト、待ったなし大相撲が放送されるため、さらに放送時間が短縮された。待ったなし大相撲ってやってたんだ。へー、今もやってたらどうしようしたって言ったけど、いや、終わってる。で、1992年9月11日には TBS エキサイトナイターの中継カードがプロ野球史上最長の、試合時間となり、放送終了が24時を超えたためと本番組全編が中止となった。いつの試合これ。これがヤクルト阪神戦か、阪神ヤクルト戦かな。うん、はあ、ああ、わさりは聞いたことありますね。ああ、はあ、はあ、すごいですよ、全編休止ね。
なるほどね。出演者は、吉谷五郎さんで、飯村さんとかは、晩年だったな。はいはいはい。あ、なるほどな。そういうことか。吉谷さんが、こう、出れなくなる兼ね合いでっていうことか。はいはいはい。もう見てみると、もう超豪華メンバーですよね。当時は駆け出しだったのが、ほんと、まあ、まさに、伝説の始まりの番組っていう感じがしますよね。ネット中継多分なかったのかな。当時ね、TBS ラジオだと、結構ね、名古屋の方の放送ってね、微妙でね、CBC があるんですけど、TBS 系列はね、CBC があって、で、本来は、日本放送系列って言ったらいいのかな、いわゆる、富士三景グループですね、が、東海ラジオがあるんで、基本的にはね、同じ富士三景グループの日本放送とかの番組を、東海ラジオが。で、TBS 系列を CBC がやるんですけどね、確かね、1990年初め頃はね、まだね、今も比率としては多いんですよ、ラジオは。CBC は独自番組が多くて、自分たちが一番最初の民放放送局だという自負がありますんでね。そうそうそう、CBC が一番最初に発信したっていうね、その主張しますんで、その代わりに、ね、ラジオはね、比較的独自が多くて、さらにね、オールナイトニッポンね、日本放送のなんか富士三景グループのやつも、なんかね、CBC ラジオの方でやったりとかで言ってね、なぜか TBS 系列のネット化ね、されないってことがね、結構あったんですよね。そうそうそう。逆に、東海ラジオの方が、それこそ、夜の時間枠にね、独自の、アニメラジオ放送とかやってたりしてね、当時言ったらね、ES アワー、当時っていうか、元後か、これの元後の時代ですけど、ES アワーラジオの時間なんてね、やってましてね、もうなんか、新人声優さんが来てね、わっちゃわっちゃ、わっちゃわっちゃやってる番組でね、まあ、そのわっちゃわっちゃやってる中で、なんかちょっと落ち着いた感じでやってたのが、何を隠そう、当時の若き頃の水木奈々さんでね、あ、そうなんだ、音楽デビューするんだ、なんてね、聞きながらね、の番組でね、ちょっと告知させてくださいみたいなことね、やってたな、なんてのがね、懐かしい思い出でございますけどね。で、そうそう、そっから、確かね、その後番組みたいな感じでスマギャンが始まって今に至ってますからね、そう考えると、長い歴史だな、なんて思いつつね、さあ、そんなラジオの思い出、まあラジオはね、ラジオ自体はいろいろ聞いてましたけど、まあ、そうですね、っていうことですね。はあ、なるほど、なるほど。めぐみさんが中継で出てたと。なんか新人、芸人さんっぽいあれですね。若手芸人さんっぽい感じのあれですけど、今じゃね、信じられない。そういう感じですね、こういう番組があったんだなぁと。今日のアシスタントで、ふすかふんめさんと、言ってたんですね。ということで、まあこういう感じで、関連番組もね、いろいろあったんですね。91年から92年までは、尾崎由美さんとアシスタントで、吉谷五郎さん、ラジオやってたんだな。で、本屋はできるかって。放送期間中の21時台、調整枠後半部分としてこそ、1993年のシーズンは22時開始の、番組本編準備のため、通常18時台から局者に詰めている岸谷をフライング出演させて対応。そういうあれやってたな。それがこの番組。番組名が当時、延長戦ルールの関係で22時を過ぎても試合が終わらず、22時からの番組本編が短縮されることもしばしばあったことに、由来する今夜はできるか。なんかちょっと花澤香菜さんの一人でできるかなをね、今だと思い出す感じですけど。あ、そうか、当時はね、セリーグが延長15回でしたからね、長かったですからね、延長に入って本当に長引くと。そういうことでね、確かにそういう時代ありました。今延長12回ですけどね。で、足立由美、スマップ出演の10分テントの録音番組を岸谷の短い生放送トークやコーナーでつないだす。そう考えるとすっげえ番組ですね。とにかく戦型の名がすごいですよね。当時の足立由美。これ、1993年って言うとまだあれでしょ、
同情するなら金をくれの前じゃね、言えなき子が1994年4月の、すげえ、そうだ、まだ言えなき子って前だ。スマップの1994年って言ったら、まだ6人でしょ。1993年とかってなってたでしょ。頑張りましょうか、1990。そうだ、スマスマ始まる前だ。すごいわ。すごいですね。そんな本当に伝説な番組ですね。主な投稿コーナーとかね、こんな感じ。あ、これまだまだ長いわ。わ、長いじゃ長い。ちらっと見ていきましょうね。ビンプバンボンビクとかいろんなコーナーやってたんですね。で、ハメ歌のコーナー、23時最初に放送。意外と売れたやつの、ね、ネタはね、役に立ちますからね。先にボンビクは、BGM に乗せて、貧乏の悲しみを短い文章で表現したと。番組のプランバンコーナーとなり、本2冊出版された。また後期には、文章に効果音や曲を組みましたネタも目立ったと。はい。リスナーの身近なところで起きた、そりゃなしだろうというシチュエーションや出来事、言動、著作権法や商標法に触れそうなグレーな作品や製品。当時は結構ありましたからね、大丈夫だそれっていうね、アリマウスとかありましたよね、もっとあとかアリマウスはね、そうそうありました。オラクネの、言動を紹介するこんなつもんないや、ある学校の、学校案内やパンフレットに載っていた女の中の女が話題となった。何そっちちょっと気になるコーナーも2冊出版、ボンビー君となる名物コーナーで、1990年2月が番組終了前に続いた番組最長寿コーナーと、テーマ曲は渋谷携帯の9916なんだ。ハメ歌コーナー、毎週金月曜日23時台最初に放送、いろんな歌の歌詞の一部を変えまくって全く違う歌にいたします。すごいな、もともとの歌詞のフレーズが曲数だけ変えることが原則なので替え歌ではない。あ、そうか、あーはーはー、サメ歌の方だから。頭髪に関するハゲネタや時を同じくして歌詞でデビューすることになった岸谷を揶揄するネタ歌詞をゲストに招いて持ち歌によりハメ歌を実際に歌ってもらう高本人バージョンも多く放送される。谷村新司高校生アルフィーの人たちですよねこのコーナーを機に岸谷の交流が生まれたケースも多く、イメージを気にして出演を断られるケースも多かった。攻めてるなぁ、害なやつ、友人や、新聞演者、有名人の害な言動を紹介するコーナー。坂崎さんとか好きそうだもんな、ね、だってそれこそ、近畿とかとね、やってた時もね、堂本兄弟とかね、やってた時なんかもね、結構そういうのノリノリやってましたもんね。友人や親類や有名人の害な行動を紹介するコーナー、このコーナーにおける害には、格好悪い、マルキナというニュアンスが含まれており、番組では格好いいというものではなく、キャー、格好いいという内容のものを送ってほしいという表現をしていた。攻めるね、すごいな、当時の番組。ミスター新井の絶対やったことあるし、何略して絶ある。はい。ラジオネーム、ミスター新井が勝手に作ったコーナー。何これ。誰でも一度はやったことのある言動を紹介した。内容がカモンタトのネタとかぶることが多かったことから、短命に終わったためじゃん。で、ミスター新井は。後のもんなんか払い圭一だったんだ当の本人は空手の合宿のため、井の頭、何コイン出したっけ、開催された絶対大体合同イベントに参加することはかなわなかったそんな大丈夫、はがき職人やってたんだ絶対大体絶ある同様リスナーが勝手に作ったコーナーとどうなんだよ、リスナーが勝手にコーナー作るのか漫画やドラマで見たことはあるが実際には見たことのないシチュエーションを紹介した。絶対や絶なお絶ある大体が盛り上がった、ことにより、他のリスナーも勝手に新コーナーを作ったからいつでもためにもたまリスナーが勝手に作ってからな、そりゃそうだよな、うん、東京砂漠
短い文章で自らの、寂しい気持ちを表現するコーナー、その後貧乏自慢、ボンビー君に発展し、番組の看板となってくんだ、それいけロックンロールバード、いろいろあるよ。ことあるな、2時間3時間の生番組だったらそれはコーナーも増えるか、ロックンロールバード、ニューそれいけロックンロールバード、キスタイとディスタイルバンド結成 CD 発売を目的としたコーナー、すごい。実際にキスタには CD デビューしリスナーと結成したバンドピロピロとしてのライブも実現したの。実現したんだ、すげえ。いやーすげえな。グランプリの頃、ジャックの A ライセンスおよび B ライセンスを取得しています。いろいろやるね、ラジオ番組で、レースに出場することを目的としたコーナー。当時車の購入資金がなかった岸谷が今じゃね信じられないですがね、小室哲哉から中古車を中盤無理やりもらい面白そう。何それ、めっちゃ気になる。なんて小室って当時も TM ネットワーク、あ、そうか、出てるって言ってたもんな。黒木文句や小室がゲストに来た時のためのロビー活動的なメッセージも実なかのもし、レースに参戦したんしてきたんだ、すげえ。まあまあ、そうか、レースに出ようと思ったらもうそれなりの車にもたら、まあ当時ね、そりゃね、小室哲哉って言ったってね、もうバリッバリね、まあ、この後もバリッバリ1990年代って言ったらもうこれからグローブ、ね、とか華原と思うとかね、なってくる時代ですからね、すげえ TRF とかね、うわすごいな。で、東京ミステリーなに、リスナーからの怪談を募集紹介するコーナーなんで、俺はやる、リスナーが番組上で決めた時刻に公共の場所で行うにはちょっと恥ずかしい行為。ラジオだよな、ラジオだよな、今みたいに映像放送なんてあるわけねえからな。駅のコンコースで前提ホテルのロビーで花一文明をすることを宣言し、その宣言が実行されたかどうか実際に現地を訪れた他のリスナーたちがハガキで報告するコーナー。ハガキでだもんな、後日。相当これでも逆にタイムラグがある方が面白いかもしれない。思い出してそう言ってたけどどうなったんだと思ってね。はあ、いえ、逆にあのリアルタイムですぐにできないからのことの面白みってあるかもしれませんね。一通の手紙、お手紙、悩み相談など真面目なお便りを紹介することがちゃんとあったんですね。ゾンヌ、もうゾンヌって何、次の、番組で作り上げた架空の生物ゾンヌの生態や目撃報告を紹介するネタコーナー。あてが、あの褒めラジのけど発見ひでってくんとカサネちゃんみたいな感じか、あのピーターみたいなね、あはピートみたいなものか、ちょっとなんか近気もするけど、結婚監視やか、自分の両親の馴れ初めを聞き出す、それをハガキで紹介するコーナー、断面で終わるわ。それ終わるわ。自分の両親なんだ。それは厳しいな。カレーもお箸。はい、ニッパーイリスターからのお便りを紹介するから、10代目指してたよね。だよね、無論実際は若いリスナーが年寄りになりきってネタを書いている。結果的にカレーもお箸。まあね、お年寄りならカレーだってお箸で食うだろう。まあ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 、カレーにお箸をつける人いるんですけどね、あのカレーにあの味噌汁を飲む人はね、カレーにお箸つけますよね。うん、ね、うん、うん。まあね、で思い込む人だぜ。ああ、これ、気になさそうだな。うん。ね、思い込む歌合戦、こう洋楽であるフレーズの一部が別の言葉に聞こえるというネタを紹介するコーナー、岸谷さんにと寺脇が水曜日を担当した頃の代表的コーナーであり、岸谷チームと寺脇チームでネタを共有合わせる形式をとっていた。とか、他にも、いろいろバン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 バー、いろんなコーナーやってるな。すげえな。ちょっと、ここからネタパクらせてもらいます。山田さんから、山田。さんのネタパクらせてもらおうかな。山田幸信の、東京イエイエガールズ、女性ゲストに卑猥な言葉を言わせるための作戦を練るコーナー。バカだ、バカバカしい山田だ、さすが山田だ。実際にセクシーアイドルをゲストに招いて作戦を実行したり。ひどいな。記憶検査表を使ってゲストに卑猥な言葉を言わせようとしていた。何何、ちょっと待って、視力検査表を使ってどうやって卑猥な言葉を言わせようとするの、ちょっと気になるよ、気になるよ。山田さん、山田はこの山田のネタが気になるよ。やべ、次のもやべえな、読んでいいか、山田幸信の耳でいく。体の一部を叩いたり日常的な道具を
すり合わせたりすることで生まれる卑猥な音をリスナーに送ってもらい、実際にスタジオで試すコーナー。山田の持ちネタとして、左手の手のひらを右手の甲で数回叩く呼吸。左の手のひらを。これ。いやこれ後半一緒や、東京行く先よく見たら夢の東京行く先もなかなかだな。下ネタ披露コーナー、そりゃそうだ、東京行く先言っちゃってるもん。電話でいいや、人生に関する発作権も、まあ、そのままだ。で女性リストの発作権を聞いてみて紹介する子行き過ぎた内容になるわ。他のコーナーと一線どころじゃねえよ。すごいことやらせるな。名前付けあやつき人形のびっくりです。これが本当、いやー、みんなでいいね生活本にもかかる3曲の歌詞を作詞するコーナー。リスナーが寄せられた歌詞をギア合わせて CD 化した。後日歌詞が採用されたリスナー全員に印税1000円が支払われた。1000円なんだ、頑張ったな、大台超えたわけだ。楽しいな。マンボウな親とかね、アイドンでやってるな。やっぱこの頃のラジオ番組攻めてんな。今考えてみたら、あのメンバーでこんな攻めたことやってすごいな。2時間月金ぶっ通しで、やっぱりもうすごいいっぱいコーナーが、ね、あれね、パイロット版で何を隠そう、前を隠そうっていう、何これ、主な出来事をちょっと、うん、なんかえらいキリがなくなってきましたけどね。主な出来事としていろいろあるみたいですよ。パイロット版に何を隠そう、前を隠そう話で、放送開始の前に行われた投資リハーサルのオープニングで、岸谷がそばをすすり、私は何を隠そう、前を隠そう、劇団セットの学者で、と発言。この模様を録音したものが後日放送され、何を隠そうね、何ね、前を隠そう。はその後もたびたびに大会があった。実際に大会オープニングでは、岸谷には売れたセーフティーをしながら放送した。意味が分からんね。意味が分からんね。ああ、こういう感じになったな。まあ、次、今だったら大変なことになりそうですか、これ。番組開始投票、テスト出演した奥井香織に対し、このハンマーと発言、当時無名に近い岸谷には、当時のトップと、ああ、そうか、あなたこの人こそ TCBS 上層部から失業してから受けたと。あ、そっか、そうだ。しかし僕はその後番組たびたび出演して、岸谷と新婚を含めた交際結婚だ。そうだ。おね、うん。あ、そうだそうだそうだ。あ、そうか、これでないでそうなんだ。ははあ、それは知らなかった。へえ。あ、知らないことないってないはずだったけど普通に言ってしまったもん。いや、婚約事件、婚約ラジオ女なんですね。映像解説で知ったし、すごいな。いかにもちょっと気になるのが、多すぎるディレクターが代打パーソナリティも、これもすごいけど、まあ、ね、生放送ですからね、こういうことじゃないか、修繕事案、ね、温泉で、行われた番組関係者の親睦会で、酒に酔った岸谷が女性ディレクターのジョイナ村田との婚約を強行。後日この一部始終が番組内で暴露され、その後もたびたびネタにされて、婚約ラジオと銘打った特別企画で TBS 局舎屋上に設置したビニールプールで岸谷とグラビアアイドルユニットレディース保護塚を山崎真由美藤上藤崎ひとみ生放送での婚約を与えたらラジオだよな。すっげえな。 TBS の奥さんにビニールシープール持ち込んで、まあ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 、すごいなあ、すごいなあ。自殺予告の手紙にセンスの反響すごいね。一通の手紙コーナーで大学受験失敗
敗したリスナーで自殺予告の手紙を紹介すると2000通を超える反響の手紙が届いたと。これを聞いたには、毎日紹介し自殺を思いとどまるようメッセージを送り続けた。その結果本人から自殺はせず前向きに頑張ると手紙が届いた。この一連の出来事は同じ TBS ラジオのラジオ図書館にてラジオドラマ化され、岸谷がドラマ上の番組のパーソナリティ役として出演した。映像関係からの手紙、これも一通の手紙、こうなる、はい、15歳の少女からの手紙が読み上げられたと。内容は少女がエイズにかかってしまい絶望感から手首を切って自殺を図ろうとしたが両親や友達の支えによって思いとどまったというものであったと。当時のエイズを取り巻く状況はくしゃみをしただけで感染する、握手をしただけでエイズになる、なるといった間違った情報ばかりが蔓延しており、かなり偏見があった時代であった。そうね、これはねちょっと記憶にあるわ、うん、この頃は、うん、まあ、まあ私も小学中学ぐらいまでは、そう結構いろんなあの怖いウイルスのねあれだっていうのでね、うん、実際にはその飛沫感染っていうのはなかなか、しにくい、あれなんですね。唾液でもねエイズはうつりにくい、まあですからいわゆるあの今言ってる濃厚接触たちがねあの本当にのね、いわゆる濃厚接触がないと、なかなかその濃厚接触でも生のね、フレッシュなね濃厚接触でなければ、基本的にはそのちゃんとしてればね、防げますよっていうものだっていうのがね、まあ、分かってきてたはずなんですけど、ね、当時にはもう学術的に分かってきてたんですけど、いわゆる、うん、まあ通説みたいなやつでね、そういうのが広まってた、言葉ですかね。まあ、っていうことですね。うん、ねえ。また、ね、15歳だとね、ちょっと、あらぬ、ね、今でこそね、まあ、ダメだよっていうのもね、まあもちろんダメはダメなんですけど、うん、ね、15歳でね、感染するとどうなんだ、そういうことなのみたいなね、あれね、立てられるところとかもね、あったわけですよ。だから、まあ、それはね、大変だと思いますけど、うん。結構上さなんか途中でやってたねところと落差がすげえな。まあこの辺りがまあ大体名番組ってそういうところありますよね。下ネタもすごいけどね、おいおいっていうのもすごいけどね、感動させるところでちゃんと感動させるね番組。最近だとパッと思いつくのはジェームスさんだな。ジップ FM のね、平日の昼間にね、ジェームスさんがやってる番組ね、あれもね、道中ね、まあまあ広いこと、今でもね、なかなかすごい攻めたね、言動を繰り返してますけど、ね、ちゃんとリスナーのね、リスナーとね、電話つないでね、ちょっとお悩み相談コーナーみたいなところだと、たまにすごく本当に重たい、相談がね、やってきてもね、真摯にね、あれがね、またね、紹介されてね、あんだけ下ネタ言ってるのにね、なんか日経新聞に紹介されてて、聖火ランナーに選ばれたんですよね。なんかそのあたりとかが選考されたのか、ね、っていうね、話題も出てましたけどね、うん、そうそう、なのかと思い出しましたね。パトモンつくのそっかな、今、そういう気象点検とかしっかりしてるっていうからね、うん。で、これもうとにかくいっぱいありますね、バックサップとか、まあいろいろ、わーっとノベリティグッズとかもね、いろいろ出てたんですよ。年前入賞券。面白いな、ノベルティグッズで、やってましたと、いうことですね。もう豊島園自体がなくなっちゃいましたもんね。もう、花屋敷ぐらいか、もうあとはね、ということもあるわけでも、いろんなイベントなり、バスケットボール大会やったの。うん、そうな、攻めるな、うん。ということでね、やってましたという、番組ね、ということでございました。あ、星野源さん聞いてたんだ。大ファンで、博士の採用経験がある。そうなんだ。星野源さんもね。やるなぁ、すごいなぁ。ということで、まあね、長い記事で、ちょっと全部はね、紹介しきれませんでしたけど、まあ、えらい長い、放送になって、ね、なってしまいましたけど、いやいやいや、これはね、読み応えありますよ。ぜひね、ウィキペディアの方ね、アクセスいただいてね、概要欄の方に、ね、リンク貼っておきますのでね、そちらの方見ていただいて、ぜひね、詳細とかね、またね、当時のね、知る方でしたらね、ああ、懐かしいなってなるかもしれません。ちょっと調べてみたら、YouTube とかでね、うまいことラジオアップされてないのかな、ちょっと私も聞きたくなってきましたね、これは本当に、気になるんでね、ぜひね、ちょっとね、また調べて、いただいて、ぜひね、ウィキペ
ディアから見ていただいてね、詳細ね、確認していただければと思います。ということでね、いや、今日も新しい知識が身につきましたね。ということで、さあ、今日もね、今回の放送もね、これぐらいで締めたいと思います。まあ、エラさん、35分ぐらいになっちゃいましたけど、以上で締めさせていただきますね。どうもご視聴ありがとうございました。